ドイツとフランス政府、トランプ大統領のアカウント凍結を批判。昨日、ドイツのメルケル首相が、ツイッターとフェイスブックがアメリカのトランプ大統領のアカウントを凍結した問題について、次のような発言をいたしました。選挙で選出された大統領のアカウントを完全に停止することに問題がある。表現の自由は制限されることはあり得るが、それは 法律によってか立法府が決める枠組みの範囲内で行われ、一企業の決定によるものではないとなっておりまして、またフランスのルメール経済財務大臣はラジオ番組にて、巨大 IT 企業に対する規制は業界の河川企業が自分で行うことではないと批判いたしました。こういった民間企業が表現や 言論の自由を勝手に制限してしまいますと、様々な問題について議論すらできなくなり、最終的には民主主義が崩壊してしまう恐れすらございます。企業が何らかの制限を実する場合は、司法判断を仰ぎ、法律に基づき実するべきでしょう。 アメリカの皆様には、こういった企業が国民の自由を制限する問題について活発な議論を行っていただき、今後はこのような問題が起きないよう法整備を行い、対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。